ジャンルロンダ・ランベールは、18世紀フランスの哲学者、数学者、物理学者、ドゥニ・ディドロラと並び、百科全書八識人の中心者。母は、百科全書編集にも貢献し、著名人、知識人、上流貴族らを集めたサロンを三都のれ通り界隈、等で開いていた、マダム・タンさん、推定父は、第四代アーレンベルク公爵、レオポルド・フィリップだとも、ジップは、 セイラザロ騎士団員、フランス王国軍砲兵士官のルイ・カミュデ・トゥッシュだとも、されている。生まれてすぐ母により、現在のノートルダム大聖堂の北側に、隣接していたして島の、サンジャンイコールルイコール論協会の階段に行きされた。そして孤児院に入れられたが、外国から帰国し、それを知ったデ・トゥッシュがすぐにもらい受け、養子先の家庭の下で育った。以後、 呂母とはその先50年あまり一緒に暮らした。デトゥッシュは後にも先にも認知はしなかったが、秘密裏に教育費等式に援助をし、死後も遺産を残した。若くして数学の才能を発揮したジャンルロムはコレージュでキャトルイコールナシオンを経て、パリ大学で文学学士号を取得し、さらに法学や哲学、数学など多岐にわたって学んだ。後年、 生命をダランベールに変えたのは、フリードリヒ2世に提案されたからだとされている。1743年に、動力学論を刊行し、全ヨーロッパで脚光を浴びる。ついで、流体の釣り合いと運動論、風の一般的原因に関する研究などの、物理学的研究を次々に発表した。その研究は、パリ社公開でも注目され、科学関係者だけでなくディドロ、ルソー、 コンディアックラの哲学者と知り合い、関心分野を広げた。その知名度と関心の広さを見込まれ、ディドロと共に、百科全書の責任編集者となり、その観光にあたっては序論を執筆した。百科全書には、他に、力学、原因、加速的など150の項目を執筆。それらを通し、力学は単なる実験科学ではなく、 今後応用数学の第一部門であるとの説を主張した。ダラン・ベール力学の大きな功績は、ニュートン力学を肯定しながらも、その中に見られた神の影響を払拭した点にある。また、動力学の項目では、ダラン・ベールの原理を明らかにしている。1757年ボルテールを訪問し進行を結んだ。またこの年、百科全書に執筆したジュネーブの項が、 ルゾーラの反論を読んだ。この事件に追い打ちをかけるように、王権からの百科全書観光に対する圧力が強まる中で、1759年には責任編集者を退いた。その後1761年に数学小論集の観光を開始し、1780年に完結させた。ただし1760年代以降のダランベールは関心が、 哲学や文学に向かったことや健康状態が悪化したことなどのため執筆活動は衰えている。1768年にパリに出てきたラプラスの才能を認めパリの王立軍学校の数学教授職に就く助けをした。ありがとうございます。